うにゃはいどうもごまちゃんばい。今日はね、台風前ということでスーパーに行ってきたんですけど、もうやばかった。スーパーがすっごく鬼のように混んでました。ということで戦場に行ってなんとか帰還してきたので、戦利品というか購入品を紹介したいと思います。エコバッグに入れてきたけど雨が降ってたからめっちゃ濡れちゃった。急いで自転車で帰ってきたんですけど、これはねちょっと何枚か生ゴミ用にもらってくるナイロン袋、さすがにこういう風にはもらってきづらいので1枚2枚3枚ぐらいかな、ピッピッピッって取ってちょっとバッグにいつも入れてます。ヨーグルトシャシーのね、美味しかよって紹介しようさった件が食べてみたかなと思って買いました。シリアルで中にチョコレート入っとって美味しそうやったんですけど、ちょっと濃いね、高かったですよ。 49% ぐらい稲毛屋でして、今日声優で見たら 45% で、あ声優で最初から買えばよかったなって思いました。失敗しちゃった。でこれだけ昨日買っとってヨーグルトを買い忘れとった件が声優でこの甘くないやつを買いました。あと声優のいいとこはね、2個買って安くなるリンクセールってのがあって、2個買うとお買い得ですよっていうのがところどころあるっちゃけど、この2点でいくらコーナーでこのチョコメリゼとこのチョコチップのクッキーを買いました。これめっちゃうまいっちゃうね。 YouTube 見ながらポリポリ食べれて大好きです。あとは何個だっけな、本当はねもっとね買いたかったとかってね、お客さんの概要買ったけんそが買うともな、後ろの人に迷惑かかるしなと思って、しかも一人やったけんね、まあ、家族がおればいいんやけど、一人やったけん持って帰っても大変かやん、重かけんね。なのでちょっと抑え気味で買いました。カフェオーレ、これはなんで買ったんだろう。よくね私にね眠くなるんですよ、夜勤やけんね。夜勤前出勤の時に眠うならんように呼ぼうとして買いました。コーヒーはちょっと苦くて苦手だから。でこれも大好き、丸ごとチョコバナナ。これのねバニラバージョンもあったですけど、私はチョコバージョンが大好きで割引になっとったんでこれを買いました。これうまいっちゃね。一時期なんか丸ごといちごのやつも販売されとったんですけど、いつの間にかなくなっちゃって、また発売されたら食べたいです。であとはなんだろう、今日声優で買ったのはこれだけなんですけど、置く場所なくて玄関に置いとるんですけど、この前ネットスーパーで水をいっぱい買いました。こんな感じです。あとお茶も買いました。こんな感じです。食料品とか日用品で大きかったじゃなかですか、トイレットペーパーとかその2リットルの水とかペットボトルとかね。そがんとはお買い物して家まで運ぶとの大変かけんが思いしてね、そがんとはいつもネットスーパーで頼んでます。ほんと便利だからね、ネットスーパーは。重いものはネットスーパーっていうふうに決めてます。おいしい。冷蔵庫の中身で言うと、こういう白滝とかいろいろ、そ
なにないけどね。台風通り過ぎるのはまあ一日だとしても、その後のなんだろうな、破壊後っていうのかな、台風が破壊した後にいろいろ停電とか、そういう電気とか水道とか流れなかった時に非常食っての役に立つんですけど、台風になったらもう私足りないかなと思うんですけど、まあギリいけるかな。この野菜、冷凍の野菜とかもあるし、冷凍冷凍しとるし、最悪食べなくても水だけ、水さえあれば生きていけるからいいかなって感じです。あとわかめもあるし、最悪お腹空いたらわかめを戻せば大丈夫かなって感じです。そんなガツガツ食べるもんじゃないしね。まあ非常食買いすぎても余計食べちゃうっていうのがあるので、私は控えめにしたいと思います。はい、そんな感じです。はい、というわけで台風前に買ったものたちの紹介でした。次またね、バイキュー、バイバイ。雨戸閉めなきゃ。